この日、私は前日からの体調不良でフラフラの状態だった。しかし、嫁のゆいさんはこの日も変わらず、孫娘を私に押し付けて仕事に出かけてしまった。とてもじゃないけど、もう無理だわ。悩んだ挙句、私は意を決して息子の慎次郎に電話をかけることにした。はい、慎次郎です。お母さん、どうしたの？忙しいのにごめんね。ちょっと体調が悪くて。今日のみーちゃんのお迎え、できるだけ早く来てほしいって、ゆいさんに伝えてもらえないかしら。え？みーちゃんのお迎え？俺、今、娘と外出中だけど。え？そんなはずないわ。え、ちょっと待ってて。ほら。慎次郎からの思いもよらない返答に、私は大慌てでスマホをテレビ電話に切り替えた。そして、今で静かにままごとをしている孫娘を映し出したのだ。しかし、慎次郎は不思議そうに首をかしげながら、誰その子？美咲は？ほら、ここにいるだろ？と言って、慎次郎の隣でジュースを飲む美咲の姿をスマホに映した。そこには、見慣れた孫娘の笑顔があった。本当だわ。え？じゃあ、この子は誰なの？得体の知れない恐怖に、私と慎次郎は黙り込んでしまった。そしてこの後、驚愕の事実を知ることになる。私の名前は篠原清、60歳の未亡人。3年前、私と息子の慎次郎、孫の美咲は、あるとんでもない事件を体験した。しかも、その事件の首謀者は、美咲の母親でもある、嫁のゆいさんだったのだ。事件の全容を知ったとき、私は、同じ母親として、心の底から怒りを覚えた。そして、こんな身勝手なことが許されるはずがない、と、激しい憤りを感じたのだ。ことの始まりは、孫娘が生まれる少し前に遡る。当時、夫は末期の癌で余命数ヶ月と告げられ入院していた。生前、夫は口癖のように、せめて、慎次郎の結婚式だけでも見届けたかったな、と話していた。そんなある日、慎次郎が私と夫に婚約者のゆいさんを紹介した。ゆいさんは、慎次郎の友人からの紹介で、交際を始めて2年目だという。中堅企業で総務をしているらしく、人当たりが良くて、とても気の利くお嬢さんね、というのが、彼女に対する第一印象だった。一方の慎次郎は、根は真面目だが、融通の利かないところがある。そんな慎次郎を、ゆいさんが自然にフォローしてくれていた。私は、そんな二人の姿にとても安心感を覚えていた。いい人に巡り会えたみたいでよかったわ。そう心の中で思ったのだ。しかし、この日の報告はこれだけではなかった。実は、ゆいのお腹には子供がいるんだ。二人はなんと授かり婚だったのだ。別に珍しいことではなかったので、それはそれでとても嬉しい驚きだった。しかし、そうなると結婚式は難しいかもしれない。体調的な面もあるが、経済的に考えても出産費用を優先するのは当然だろう。だから、あえて結婚式のことには触れず、そうなのね。嬉しい報告が二つも聞けるなんて、今日は本当に特別な日ね。と言って、二人を祝福した。夫も同じ考えだったようで、当たり障りのない祝福の言葉を二人に送っていた。しかし、この後、慎次郎は予想外の言葉を口にした。それで、お腹が目立つ前に、身内だけで簡素な式を挙げる予定だから、二人もそのつもりでいて。なんと、1ヶ月後に結婚式を挙げるというのだ。え？式を挙げるの？だって、妊娠してるのよね。大丈夫なの？うん。式場の人に相談して、無理のないプランにしてあるから心配いらないよ。この病院から近い式場だから、
父さんも出席できるように医者に話しておいてくれる？まさかそこまで準備ができていたなんて。自分の息子がこんなにも頼もしく成長していたことに、私は密かに感動していた。息子夫婦のおかげで、夫は念願だった息子の結婚式に出席することができた。そしてそれから数ヶ月後、夫は眠るようにして息を引き取った。親孝行な息子と理解のある嫁のおかげで、夫は最高の思い出とともに天国へと旅立っていったのだ。後から聞いた話によると、進次郎たちは当初、結婚式を挙げるつもりはなかったらしい。俺たちは、そもそも結婚式に興味がないんだよ。そんなものに、金と時間を使うより、旅行とか育児グッズを買いたい派なんだ。でも、親父が式を見たいって言ってたのは知ってる。だから、形だけでも式を挙げようってことになったんだ。そうだったの。お父さんのために、わざわざありがとう。最高の親孝行だったと思うわ。ゆいさんも本当にありがとう。いえいえ、私もウェディングドレスを着れて意外と楽しかったです。いい思い出ができてお父さんに感謝してます。この時改めて、息子は本当にいいお嫁さんをもらったと、ゆいさんの寛大さに感謝した。しかし、私と息子夫婦との交流はここまでだった。夫の葬儀が終わると、息子夫婦は一切会いに来なくなったのだ。理由は様々だが、その中でも特によく指摘されたのは距離だった。進次郎たちが住んでいる場所から私の家までは、高速道路を使っても片道2時間近くかかる。そのため、進次郎は大学進学が決まってからずっと都内で暮らしている。そして、就職後に新築で購入したマンションに結婚後も住んでいるらしい。夫が元気な時は、夫の運転する車に乗って会いに行くことがたびたびあったのだが、入院が決まってからはできなくなった。というのも、私は原付以外の免許を持っていないのだ。週3回のスーパーの仕事や日々の買い物、病院と家の往復には困らなかったが、息子夫婦に会いに行くには遠すぎる。だからといって、共働きで忙しい息子夫婦に、孫に会いたいから会いに来て、なんてわがままなことは言えなかった。過疎化の進んだ静かすぎる田舎町では、孫が喜ぶようなものは何も用意できない。できることといえば、畑で野菜の収穫をしたり、昆虫採集をするくらいだ。しかし、ゆいさんは虫が大の苦手だった。わざわざ片道3時間もかけて虫まみれの田舎に来るメリットなどどこにもないのだ。そんなわけで、孫の美咲には一度も会えていなかった。しかし、音信不通というわけでもない。休日になると、時々進次郎が私に電話をかけてくれるのだ。あ、進次郎です。母さん、元気にしてる？ええ。変わりないわ。ところで、荷物は届いてる？あ、届いてるよ。いつもありがとう。助かるよ。いいのよ。都会だと野菜も高いんでしょ？まあね。あ、ちょっと待ってて。はーい、兄ちゃん。はーい。あ、おばあちゃん？元気？はい、元気ですよ。兄ちゃんも元気ですか？うん、元気。お野菜ありがとう。会話はほんの数分だが、寂しい一人暮らしとなった私にとっては唯一の楽しみだった。それに今の時代はスマホでテレビ電話ができる。目が悪くなってきたせいか、スマホの画面では孫の顔がはっきりとわからない。それでもニコニコと笑う孫の姿を見られるだけで大満足だった。そんなある日の金曜日、スマホに意外な人物からの着信があった。え？ゆいさん？番号は登録していたが、電話がかかってきたことなど一度もなかった。それに、何か聞きたいことがあれば、すべて息子経由で伝えられるので、ここ数年は声すら聞いていなかったのだ。そんなゆいさんからの突然の電話に、私は内心ドキッとした。まさか、
息子が事故にでもあったのかしら。そんな不安が頭をよぎった。恐る恐る電話に出る。すると、ゆいさんは拍子抜けするほど明るい声で喋り出した。あ、もしもし、お母さん。ご無沙汰してます、ゆいです。今、ちょっとお時間いいですか？え、ええ、大丈夫よ。どうしたの？実は、ゆいさんの話を要約すると、夫婦揃って土日も仕事になってしまったため、孫の美咲を預かってほしいということらしい。うちの保育園は土日が休園なんです。近所に親しい友人もいないし、お母さんだけが頼りなんです。お願いできませんか？電話の向こうのゆいさんは、とても切羽詰まったような声だった。私は別に構わないけど、ちょっと遠すぎない？交通費のことを考えても、他に預かってくれるところを探した方が、負担が少ないんじゃないかしら。私個人としては、ずっと会えなかった孫娘のお世話ができるなんて、願ってもない幸運だ。しかし、いくら仕事のためとは言っても、時間と交通費を浪費してしまっては、本末転倒ではないだろうか。私はなかなか結論を出せずに悩んでいた。すると、そんな私の気持ちを察したゆいさんが、実はお母さんが住んでいる市内にうちの支社があるんです。今回はそこにヘルプで行くので、交通費は会社持ちです。と、妙に明るい声で言い放った。そして、ダメ押しのように、みーちゃんもずーっと会いたがってましたよ。私たちを助けると思って、どうかお願いします。頼み込んできたのだ。そうなの？そういうことなら、わかったわ。うちでお預かりします。私は、美咲が会いたがっているという言葉に負け、週末の育児を了承してしまったのだ。ゆいさんは電話越しでもわかるほど大喜びしていた。そして次の瞬間、思いもよらないことを言い出した。ありがとうございます。じゃあ、早速明日からお願いします。明日？翌日の早朝、ゆいさんは宣言通り美咲を連れて我が家にやってきた。早起きと長距離移動の疲れのせいか、美咲は少しぼーっとしていた。これ、みーちゃんの着替えとお昼です。3歳なのでパンツを履いてますが、時々おねしょをしちゃうので、昼寝の前だけはおむつを履かせてください。アレルギーはないので、おやつは適当にあげてください。ゆいさんはそう言うと、小さめのバッグとコンビニのおにぎりを私に手渡した。新次郎さんは出張中なので、連絡は私にお願いします。みーちゃん、ばあばと遊んで待っててね。じゃ、夜までには迎えに来ますので。まるで業務連絡のように淡々と説明をすると、ゆいさんはそのまま振り返ることもなく家を出て行った。みーちゃん、疲れたでしょ？少し休憩する？私がそう問いかけると、美咲は黙って首を横に振った。じゃあ、一緒にテレビでも見よっか。急すぎる訪問で子供のおもちゃを何も用意できなかったので、この日はテレビと散歩、お絵かきをして何とか乗り切った。はじめこそ戸惑ったものの、待ちに待った孫との時間はとても楽しいものだった。しかしこの日、美咲はほとんど喋らなかった。電話の時はとてもおしゃべりで、ニコニコとよく笑っていたのにどうしたのだろう。それに髪ももう少し短かったように感じる。どことなく雰囲気も電話の時と違う。やっぱり実際に会ってみないとわからないものね。イメージとだいぶ違ったわ。私はこの時不思議な違和感を感じていた。しかし、その違和感は、3歳の子供が急に親元を離れたことによる緊張から来るものだろうと考え、特に追求しなかった。もしもこの時、私がもっとしっかりしていれば、美咲たちが悲しむこともなかったのかもしれない。この日を境に、ゆいさんは毎週のように美咲を預けに来るようになった。確認しなかった私も悪いのだが、こんなに頻繁に仕事になるとは思っていなかったので、正直かなり困惑した。おまけにゆいさんは、私の予定も体調も完全に無視をして強引に美咲を置いていくのだ。体調が悪いんですか？なら寝てていいですよ。みーちゃんはテレビがあれば静かにしていられるので。
用事？じゃあ、終わるまで留守番させておいてください。田舎に泥棒はいないし、大丈夫ですよ。こんな身勝手な言い分や、意味不明な理論を展開するユイさんに対し、私は何度も、預けに来る日にちは事前に話し合いたいと伝えた。しかし、ユイさんはのらりくらりと話をごまかし、最後には決まって、いつも無理言ってすみません。でも、すごく助かってます。ありがとうございます。と、薄っぺらい感謝の言葉を言うだけ。翌週には何事もなかったかのように、また、美咲を預けに来るのだ。ユイさんにとって私は、都合のいい無料の託児所だったのだろう。だから、私の都合や予定など、どうでもよかったのだ。身勝手なユイさんの行動に腹が立ち、強行策を取ろうかと何度も考えた。いっそのこと、休日は朝から留守にしてしまおうかしら。しかし、美咲に万が一のことがあったら、と思うと怖くなり、一度も実行に移せなかった。それくらい、ユイさんの美咲に対する扱いは雑だったのだ。そうだわ、息子の慎次郎に相談してみるのはどうかしら、とひらめいたこともあった。だが、それも妄想の範囲に終わってしまった。そもそも息子夫婦は土日も仕事で忙しいから私に助けを求めてきたのだ。それなのにわざわざ嫁姑問題みたいな相談をして困らせるのはあまり良くないのではないか。下手をすればせっかくの孫との時間が失われてしまうかもしれない。孫に会いたい気持ちはあったので最悪の事態だけは避けたい。しかし、このままでは身が持たない。私は、出口の見えない迷路に迷い込んだような気持ちになっていた。そして、週末になるたびに、憂鬱な気持ちになっていったのだ。このままでは良くないと感じた私は、自分自身の考え方を変えてみることにした。これは、子育て支援のようなもの。私は、多忙な息子に代わって、ゆいさんの子育てを手伝っているのよ。こう思い込むことにしたのだ。かなり無理のある内容だったが、根本的な解決策が見出せない中での苦肉の策だった。事態が大きく動いたのは、美咲を預かり始めて半年が経った頃だった。ある金曜日の夜、私は強烈な寒気に襲われた。恐る恐る体温を測ると、38度近い熱が出ている。私はすぐにユイさんに電話をした。あ、ユイさん、ちょっと熱が出てしまって。悪いけど、明日は預かれないわ。ごめんなさいね。そうなんですか？わかりました。お大事に。急な連絡だったので、ユイさんから文句の嵐が来ることを覚悟していた。しかし、予想外にあっさりとした返答で、私は拍子抜けしてしまった。ただ、この時は本当に体が辛かったので、強引なところもあるけど、根はいい嫁のままだったのね。よかった。と、ほっとする気持ちの方が強かった。だから、ユイさんとのあっさりとしたやりとりに何の疑問も持たなかったのだ。電話を終えると、私は薬箱を漁り、解熱剤を探した。だが、この日は運悪く、薬が切れてしまっていた。はぁ、ついてないわね。明日動けそうなら薬を買いに行かなくっちゃ。強烈な寒気を紛らわすために大量の上着を着込み、ふらふらとした足取りで布団に潜り込む。こんなに着込んでいるのに体の内側からやってくる寒気のせいでしばらく寝つけなかった。ただ、明日は久しぶりの休日だと思うと焦りや不安は感じない。体はだるくて辛かったが気持ちはとても軽かった。ところが翌朝、いつもと同じ時間にユイさんと美咲は現れた。この日は来ないと思い込んでいた私はしつこく押されるインターホンの音に飛び起きる。そしてボサボサ頭と雪だるまのような見た目のまま恐る恐る玄関のドアを開けた。おはようございます。今日もよろしくお願いします。玄関の外にはいつも通りの準備をしたユイさんと美咲がいつも通り立っていた。ユイさんは記憶障害なのかしら、それともこれは夢？
昨夜の会話がまるでなかったことかのように、すべてがいつも通りだった。私は自分の頭がおかしくなってしまったのかと思いながらも、恐る恐るユイさんに問いかけた。昨日電話で伝えなかったかしら？今日は熱があるから無理なの。みーちゃんに移ったら大変でしょ？私は混乱しながらも再度今日は預かれないということをユイさんに伝えた。しかしユイさんは、前にも言いましたけど、テレビを見せておけば大丈夫です。それに今更そんなことを言われても私も困ります。仕事に遅れちゃうのでお願いしますね。と言って、美咲を玄関に置き去りにして行ってしまったのだ。あまりにも身勝手で強引な態度に、私は思わず、ちょっと、ゆいさん、いい加減にしてちょうだいと、走り去る車に向かって怒鳴り散らしてしまった。しかし、ゆいさんが戻ってくることはなかった。私はがっくりと肩を落とすと、玄関前でポツンと立っていた美咲に、大きな声を出してごめんね。びっくりしちゃったよね。とりあえず、お家に入ろうか？と、声をかけ、家の中に戻った。寒気はいくらかマシになっていたが、頭痛がひどい。もう一度寝るか、市販薬を買いに行って飲めば良くなりそうだが、家に美咲がいる状況ではどちらも無理だろう。おまけに、この頃になると、お昼ご飯も私に任せっきりだった。とてもじゃないが、料理なんて作る余裕はない。悩んだ挙句、私は意を決して、新次郎に電話をかけることにした。はい、新次郎です。母さん？どうしたの？忙しいのにごめんね。ちょっと体調が悪くて。今日のみーちゃんのお迎え、できるだけ早く来てほしいって、ゆいさんに伝えてもらえないかしら。え？みーちゃんのお迎え？俺今、娘と外出中だけど？え？そんなはずないわ。ちょっと待ってて。ほら！新次郎からの思いもよらない返答に、私は大慌てでスマホをテレビ電話に切り替えた。そして、静かにままごとをしている孫娘を映し出したのだ。しかし、新次郎は不思議そうに首をかしげながら、誰？その子。美咲は、ほら、ここにいるだろ？と言って、隣でジュースを飲む美咲の姿をスマホに映した。美咲はいつもの笑顔を見せながら無邪気に手を振っていた。その姿に何の違和感も感じない。本当だわ。え、じゃあこの子は誰なの？得体の知れない恐怖に私と新次郎は黙り込んでしまった。とりあえず、どうして預かってるのか教えてくれる？短い沈黙の後、新次郎は意を決したように今までの経緯を尋ねてきた。私はユイさんから聞いた話の内容をすべて伝えた。そして今体調が悪くて子供の面倒が見られる状況ではないということを話したのだ。わかった。今すぐそっちに向かうからもう少しだけ頑張って。うん、ありがとう。あと何でもいいから頭痛薬を買ってきてくれる？わかった。他に欲しいものある？このやりとりの後、私たちは一度電話を切った。スマホをぎゅっと握りしめながら、テーブルの向かいでままごとを続けるみーちゃんをそっと見つめる。まさか、自分の孫じゃなかったなんて、この子は一体どこの子なの？頭の中で真っ先に浮かんだのは、ゆいさんの隠し子という言葉だったが、美咲と同い年の隠し子というのはさすがにリアリティがなさすぎる。かといって頭痛がひどい頭では他に何も浮かばなかった。そうこうしているうちに新次郎と美咲が到着した。新次郎は買ってきた市販薬を私に手渡すと、子供たちの面倒は俺が見るから、母さんは寝てて。と言って、車に子供たちを乗せると、少し離れた大型スーパーに買い物に出かけた。新次郎の気遣いのおかげで、私は少しの間だが静かな部屋で休むことができたんだ。ふと目覚まし時計を見ると、14時を過ぎた頃だった。頭痛はすっかりなくなっていた。
念のために熱も測るが、こちらも異常なしだ。よかった。そうだわ、みーちゃんは？駆け足で今に向かうと、孫のみさきとみーちゃんが楽しそうに遊んでいた。母さん、もう起きて大丈夫なの？どこかに電話をしていたのか、スマホを片手に持った新次郎が部屋の奥から顔を出した。ええ、もう大丈夫よ。ところで、みーちゃんのことだけど、なんかわかった？私が恐る恐る尋ねると、新次郎が寝ている間の出来事を説明してくれた。まず、あの子はみずきちゃん。彼女も家族からみーちゃんって呼ばれているらしい。ここのことは、パパのおばあちゃんの家と教えられているみたいだよ。その後も新次郎はみずきちゃんとの会話を話してくれた。みずきちゃんはとてもしっかりとした子供で、自分のフルネームや両親の名前をはっきりと答えてくれたのだという。それで母親の名前に聞き覚えがあって、さらに詳しく聞いてみたんだ。そしたらさ、ママは病院でお薬を作ってるの。保育園の隣なの。病院と同じ名前のバス停があって、毎日バスとか救急車が見えるんだよ。って、しっかり答えたんだよ。すごいだろ。美咲と同い年とは思えなかったよ。おまけに、病院の名前まで覚えてたんだ。新次郎はそこまで話すと、手元にあったペットボトルのお茶を一口飲んだ。そして、急に小声で話し始めたのだ。病院の名前を聞いて確信したよ。みずきちゃんの母親、俺の取引先の人だったんだ。お互いにこの仕事が長いから世間話とかもする中でさ、その人も3歳の娘さんを隣接した保育園に預けてるって言ってた。それで、新次郎はここで再びお茶を飲んだ。おそらく気持ちを落ち着けようと必死だったのだろう。それで、さっき本人に電話したんだ。ただ仕事用の番号しか知らないから、その時は出なくって。留守電には残したから返事を待ってる。そうなのね。じゃあ、とりあえず待つしかないわね。この会話の後、私と新次郎はしばらく無言のままだった。お互いに何を話したらいいのかわからなかったからだろう。はっきりとしたことはまだわからないけど、おそらくゆいさんは、そんなことを悶々と考えていた。数十分後、ついにみずきちゃんの母親から着信があった。新次郎は再び部屋の奥へ引っ込むと、小声で状況を説明していた。そして数分後、電話を切ると、これから家に来るって、と私に告げた。3時間後、みずきちゃんの母親の相原めぐみさんが我が家にやってきた。めぐみさんは仕事終わりにそのまま駆けつけたようで、かすかに消毒薬の匂いがしていた。あの、みずきがお邪魔してるって伺って、みずきは今どこに？遊び疲れて、今の奥で娘と一緒に昼寝してます。どうぞ、上がってください。めぐみさんを今のテーブルまで案内すると、新次郎は先ほど買っておいたペットボトルのお茶を手渡した。めぐみさんは丁寧に会釈をしてそれを受け取ったが、封を切ることなく黙って座布団に座っていた。私も自分の分の飲み物を用意して同じテーブルに腰掛けた。わざわざ来ていただいてありがとうございます。まずこれまでの経緯をお話しします。新次郎は時々私に事実確認を取りながら、この半年の間に何が起こったのかをめぐみさんに伝えた。そして話の最後に、俺は妻が相原さんの旦那さんと不倫をしていると思っています、と、とても言いにくそうに語ったのだ。あまりにストレートな新次郎の言い方に、私は思わずめぐみさんの顔を見た。こんな田舎に突然呼び出され、あなたの旦那は不倫していると思います、なんて言われたら、驚いて絶句するか、激怒するのではないだろうか。自分に何ができるかはわからなかったが、めぐみさんが取り乱すようなら、なだめなくてはと、とっさに思ったのだ。
しかしそんな心配は無用だった。私の予想とは裏腹に。めぐみさんはとても静かに深く長いため息をついた。そして、はぁ、水木を傷つけただけでなく、篠原さんたちにまでご迷惑をかけていたなんて、本当にどうしようもない人ね。この度は、主人の不貞のせいでこのような事態になってしまい、本当にごめんなさい。と言って、深々と頭を下げたのだ。相原さん、頭を上げてください。迷惑と言うなら、うちの妻だって同じです。妻の身勝手のせいで、水木ちゃんはこんな目に遭っているんですから。そうですよ。あなたが悪いわけではないのだから、頭を上げてください。それにね、不謹慎だけど、水木ちゃんと過ごす時間はとても楽しかったの。だから、そのことは何も気にしないで。ありがとうございます。お恥ずかしい話ですが、私と夫との関係は、ほとんど終わっているんです。きっかけは、めぐみさんはそう言って、夫である宗介さんとのことを話し始めた。めぐみさんの話によると、娘の水木ちゃんを授かった後に、宗介さんが不倫をしたことがきっかけで、夫婦仲がギクシャクしているらしい。交際中に浮気をしたことは一度もなかったそうなのだが、水木ちゃんを授かった後に2回も不倫をしたという。1回目はお酒の勢いで一度だけという言葉を信じたそうなのだが、2回目はさすがに許せなかった。ただ、離婚する決意もできなかったらしい。そこで、もしも3回目の不倫をしたら、その時は離婚する。と伝えていたそうだ。この約束のおかげか、宗介の不倫はなくなりました。ただ、夫婦というよりは、水木の父親と母親という関係になりました。まあ、宗介自身は男女の中に戻りたかったみたいですが、私は気持ち悪くて無理でした。ここまでの出来事を一気に話しためぐみさんは、自分自身をクールダウンさせるように手渡してあったお茶をグビグビと飲み始めた。そして半分ほどの量を一気に飲み終えると再び話し始めたのだ。おかしいと感じ始めたのは7ヶ月ほど前からです。急に飲み会で遅くなることが増えたので胸騒ぎを感じていました。めぐみさんは1ヶ月ほど旦那さんの言動を注意深く観察していたらしい。そして半年前、以前と同じように急な出張や飲み会の連絡が頻発し始めたことから不倫を確信した。めぐみさんはすぐに弁護士に離婚の相談をすると同時に、探偵に宗介さんの不倫調査を依頼したのだという。前回の調査では、相手が誰なのかわからなくて、継続調査中だったんです。でも、これでようやく離婚、養育費、慰謝料の請求ができます。私だけでなく、水木を裏切り続けた夫には、きちんと、償ってもらおうと思います。そう言い切っためぐみさんの瞳には、強い怒りと決意が現れていた。相原さん、一つ確認してもいいですか？ここまでの話を黙って聞いていた進次郎が、何か考え込んだ表情のまま、そっと口を開いた。はい、何でしょうか？不倫の証拠はほとんど揃っているんですよね。はい。あとは本人にそのことを伝えて、弁護士を通した話し合いになると思います。なら、今日ここで不倫のことをはっきりさせませんか？え？進次郎の予想外の提案に、めぐみさんはもちろん隣で聞いていた私もとても驚いた。恥ずかしながら、母からの連絡があるまで、妻の不倫にも、母が寝込むほどこき使われていることにも、全く気づけませんでした。進次郎はそう言って、悲しさと後悔の滲んだ瞳を私に向けた。私はその瞬間、初めてみーちゃんを預かった日の違和感を思い出していた。私がもっと早く進次郎に相談していれば、チャンスは何度もあったのに、それを実行しなかったのは私自身だ。
良かれと思ってしていたことが完全に裏目に出てしまった。この日感じた後悔を私は一生忘れることはできないだろう。便乗するようなやり方で情けないのですが、相原さんがいる今のうちに妻を問い詰めたいんです。協力してください。お願いします。新次郎はそう言うと、めぐみさんに深々と頭を下げた。めぐみさんは少し戸惑った表情を見せていたが、もちろんです。ぜひ協力させてください。と、心よく答えてくれた。それからの時間は本当にあっという間だった。めぐみさんは弁護士と探偵事務所に連絡を入れ、ことの経緯を説明して、今後のことを相談してくれた。一方の新次郎は、妻のゆいさんの勤務先に電話をかけた。すると、ゆいさんがヘルプを頼まれたことなど一度もないということが分かったのだ。ショックを受ける新次郎だったが、ゆいさんに対する気持ちも完全に吹っ切れたようだった。あたりがすっかり暗くなった頃、ゆいさんはいつものようにみーちゃんを迎えに来た。私はわざと申し訳なさそうな顔をしながら、今朝は怒鳴ったりしてごめんなさいね。お詫びに夕飯を用意したから食べていって。と言って、強引にゆいさんを家の中に招き入れた。渋い顔をしながら今に入ったゆいさんは、テーブルの前に座っていた新次郎に気がつき、息を呑んだ。新次郎さん？ゆい、座ってくれ。大事な話がある。新次郎の重たい空気感に、ゆいさんの顔はみるみる青ざめていった。数分後、めぐみさんが夫の宗介さんを連れて戻ってきた。今に入った宗介さんは、ゆいさんに気がつき、凍りついた。ゆい、じゃなくて、篠原さん、なんでここに？あなたこそ、どうして？焦りを隠しきれない二人に対し、私は冷たく言い放った。今日は、みーちゃんのことを聞きたくてお呼びしました。ゆいさん、この子は相原さんの娘さんだそうね。どうしてあなたが相原さんの娘さんを我が家に連れてくるのかしら。しかも、私の孫娘だって嘘までついて。それはですね、相原さんに、頼まれたんです。は？何言ってるんだよ。俺のせいにするな。お前が提案したんだろ？ちょっと黙っててよ。相原さんが奥さんには頼めないって言うので仕方なく、どうしてもって言うから手を貸しただけです。なんだよそれ。俺が悪者みたいな言い方するなよ。俺は止めたんだ。でも、ゆいがそうしたいって言うから。仕事は嘘じゃない。ちゃんと出勤もしてる。あと、ゆいとはただの仕事仲間だからな。誤解しないでくれよ。ゆいさんと宗介さんは、お互いに責任を押し付け合ったり、自分だけは誤解されまいと、ごまかし合ったりしていた。そんな二人の会話は支離滅裂で、聞いているだけでも、再び頭が痛くなりそうだった。おまけにギャーギャーと騒がしく言い合うだけで、会話の中身は空っぽだ。そんな二人を黙らせたのは、めぐみさんだった。離婚してください。この一言で家の中は静まり返った。え？ちょっと待ってくれ。急にどうしたんだよ。急じゃないわ。前に約束したでしょ？次に不倫したら離婚するって。いや、だから不倫とかそういうんじゃないんだって。こいつとはただの仕事仲間で。宗介さん、もうそういうのは通用しないのよ。めぐみさんは一瞬悲しそうな目をすると、スマホの画面を開いてテーブルに乗せた。そこには、車の中でキスをしているゆいさんと宗介さんが映っていた。嘘でしょ？なんで？お前、これどうやって？お金を払って不倫調査を依頼したの。これ以外にも、たくさんの証拠があるわ。動かぬ証拠を突きつけられ、ゆいさんとソスケさんは急に黙り込んでしまった。すると今度は、新次郎がゆいさんに詰め寄った。ゆい、地方にヘルプに行くって話、全部嘘だったんだな。え？何言ってるのよ。そんなわけないでしょ。さっき、
お前の会社に電話した。パート事務員にそんなことを頼むはずがないって言われたよ。正社員になるための研修ってのも嘘だったんだな。あ、それは。ゆいさんは何も言い返せずしばらくうつむいていた。静かで重苦しい空気が何分も続いた。これからどうなってしまうのかしら。先の読めない状態に私はただ黙って見守ることしかできなかった。ああ、もういいわ。そうよ、全部嘘。みーちゃんのことも仕事のことも全部、ソースケとの時間を作るためにやったの。それで？離婚でもする？浸透した今に突然、ゆいさんの拍子抜けする明るい声が響いた。ごまかしも言い訳も通用しないと気づいたのか、開き直ったゆいさんは、今までとはまるで別人のように、ふてぶてしい態度だった。そもそも私、ソースケみたいなタイプが好みなの。新次郎さんはマンションを持ってて、給料もいいけど、男としての魅力がないっていうか、ちょっと違うのよね。安定した暮らしはできるけど、ときめきがないって感じ？ゆいさんは、悪びれる様子もなく、新次郎への不満と、ソースケさんへの好意を語り始めた。新次郎さんって、真面目でしょ？初めはそういうところがいいなーって思ったんだけど、やっぱりつまらないのよね。その点、ソースケは顔がタイプで、話も面白い。おまけに、私のことをいつも考えてくれるの。ソースケのためだったら、何でもするわ。ゆいさんは恋する少女のような眼差しで、ソースケさんに笑顔を送った。幼い子供や夫を裏切っているにもかかわらず、その笑顔には希望の色すら感じる。その異様な様子から、ゆいさんの中では、新次郎との結婚生活は、すでに終了しているのだと思った。そして、この話し合いをきっかけに、ソースケさんとの新生活を始めようと考えているのだろう。幸せいっぱいに微笑むゆいさんの姿に、私も新次郎も呆れて何も言えなくなっていた。家族を裏切っているというのに、この人は一体何を言っているの？そんな思いで頭がいっぱいだった。しかし、そんなゆいさんの笑顔は予想外の人物によって打ち砕かれることになる。冗談はやめてくれよ。俺が愛しているのはめぐみだけだ。めぐみ、俺が悪かった。今度こそ本当に心を入れ替えるから、離婚だけは勘弁してくれ。ゆいさんには目もくれず、ソースケさんは床に土下座までして、めぐみさんに許しを求めていた。しかし、めぐみさんの気持ちが変わることはない。それでも、ソースケさんは必死にめぐみさんの機嫌を取り、離婚を回避しようと努力した。その様子を見せつけられたゆいさんは真っ赤な顔をして。は？何それ？愛してるのは私でしょ？結婚の約束だってしたじゃない。奥さんをうまく言いくるめるんじゃなかったの？と、ソースケさんに飛びかかった。お前みたいな尻がる女と結婚するわけないだろ。社内不倫の方がスケジュール管理が楽だからちょっと遊んだだけだよ。本気にする方がどうかしてるぞ。ソースケさんはそう言って、冷たい眼差しでゆいさんを突き放す。そして再び離婚を考え直してほしいと、めぐみさんに迫ったのだ。ソースケさんの本性を知ったゆいさんは、さらに激高した。大声でわめき散らしたり、めぐみさんや新次郎に罵声を浴びせたりと、ひどいありさまだ。その上、あまりの声量に昼寝をしていた美咲と瑞希ちゃんが泣きながら起きてしまい、家の中はプチパニック状態になってしまった。子供の泣き声とソースケさんから返される冷たい言葉にヒートアップしたゆいさんはまるで鬼のような顔になっていた。そしてついに怒りに任せて子供たちを怒鳴りつけてしまったのだ。うるさい！こっちは大事な話をしてるんだ！黙れ！理不尽で身勝手な怒りをぶつけられ、子供たちはさらに激しく泣いてしまった。すると、それに対し、普段は温厚な新次郎が、子供を怒鳴るなと、聞いたこともないような大声で、ゆいさんを一喝したのだ。そのあまりの迫力に、さすがのゆいさんもおとなしくなった。新次郎は泣きじゃくる美咲を抱きかかえながらも、毅然とした態度で、ゆい、ソースケさん、今後のことは、
後日改めてお知らせしますので、今日のところはお引き取りください。と言い放ち、二人を追い出したのだ。進次郎の気迫に圧倒されたユイさんと宗介さんは、ぶつぶつと文句を言い合いながら別々に帰っていった。とんでもない話し合いになってしまったが、不倫のことをはっきりさせることができて本当に良かった。この夜、私は念願だった本物の孫娘と夕食を共にした。今までの騒動が嘘だったかのように、穏やかで幸せな時間だ。後日、離婚に向けた話し合いが両家族同時に行われた。めぐみさんと宗介さんが誓約書を交わしていたことと、ゆいさんに離婚の意思があったことからあっという間に離婚が成立。また、ゆいさんが親権を放棄したことで、美咲の親権は進次郎がもらうことになった。進次郎自身も、初めから親権をもらうつもりだったので、とてもほっとしていた。慰謝料と養育費については多少揉めたようだったが、大幅な減額もなく一括払いで支払われたらしい。ゆいさんはその後、勤めていたパートを辞めた。どこから情報が漏れたのか、宗介さんとの不倫のことはもちろん、偽物の孫娘を義理の母に預けて不倫していたということまで社内に知れ渡ってしまったらしい。親しくしていたパート仲間からは白い目で見られ、託児さんという不名誉なあだ名まで付けられたそうだ。宗介さんも不倫のことが会社にバレてしまい、降格処分を受けたらしい。その上、宗介さんへの未練が残るゆいさんがストーカーとなってしまい、警察沙汰になっているらしいとめぐみさんが話してくれた。めぐみさん自身は勤めていた病院を辞め、薬局を継ぐために実家に戻ることにしたという。病院の激務で里帰りがなかなかできていなかったらしく、めぐみさんのご両親はみずきちゃんとの暮らしをとても喜んでくれているそうだ。一方の私も、この事件をきっかけに生活が激変した。長年住み慣れた家を手放し、進次郎が新しく引っ越した家に二世帯で暮らすことになったのだ。今度こそ本物の孫娘との暮らしだ。美咲は田舎臭い私の料理を、ばあば、これも美味しいね。ばあばのご飯は全部大好き。と喜んで食べてくれる。その上、電話で何度も顔を合わせていたおかげか、引っ越した翌日からとても懐いてくれたのだ。そして現在、美咲は小学生になった。毎朝元気に学校へ向かう美咲を見送るのが今の私の日課だ。そして昼間は、進次郎が買った家の小さな庭で家庭菜園を楽しんでいる。こんな穏やかな生活が送れるのは、進次郎のおかげだわ。私は今の穏やかで幸せな生活に感謝しながらも、心の中でそっと進次郎にも新しいパートナーとの幸せが訪れることを願い続けている。その日は私たちの結婚記念日。しかし夫のエイジは仕事が忙しいからという理由で朝まで帰ってこなかった。一人で過ごす結婚記念日というのは今までで初めての経験で、賑やかなバラエティ番組を見ながら用意しておいた冷たいケーキを小さく切り分けて食べる。もしかしたら浮気しているのかもしれない。そう思いながら口に運ぶケーキは砂のような味がした。もし本当に浮気しているとしたら、それは悲しいのか悔しいのか考えてもよくわからなかった。長い間支え合いながら生きていて、これからは二人きりの新しい人生を始めようと考えていた矢先の裏切りだとしたら、私はどのような感情を抱けばいいのだろう。ただ一つ確実に思うことといえば、エイジはいい年をして何を考えているのか。もし浮気してたら、絶対に痛い目に遭わせてやる。私は誰もいない静かな夜に食べかけのケーキを見つめて決意した。何か浮気の決定的な証拠になるようなものを探そうと、エイジの部屋を物色していると、
本棚から数枚の書類がはみ出していて、何気なく数枚を引き出すと意外なものが見つかった。離婚届？と、これって？見つけたのは、エイジの名前だけが記入済みの離婚届と婚姻届だった。私は瞬間的にその2枚の紙を破り捨ててしまいそうになったが、すぐに心を鎮めた。絶対に許さない。徹底的に自分のしたことを後悔させてやるから。私の名前はトモコ。今から23年前に息子を出産した際、まだ若かった私は、ある程度の育児が終わったら、息子を保育園に預けて働きに出ようと考えていたが、夫であるエイジが私が復職することに対して賛成してくれなかった。エイジの中では、男は外で働いて、女が家を守るという固定概念が強く根付いていた。当時の私は、専業主婦というものに憧れがなかったといえば嘘になるので、彼の勧めを受け入れ仕事を辞めることにした。息子の名前は大地。力強いその名前に恥じないような大柄で優しい青年へと成長した息子は、彼自身が希望する大学を卒業し、無事に就職できたことに私は一安心していた。就職と同時に一人暮らしを始めた大地がいなくなった我が家は、ふとした瞬間に寂しく感じるような、それでいて嬉しいような複雑な感情を呼び起こす場所となった。いつもは大地が座っていたソファーに座り、私は本を読む。忙しかった頃には集中して読めなかった推理小説を読み、読み疲れてくると瞳を閉じてソファに深く腰をかける。開け放ったカーテンが柔らかい風に揺られ、かすかな金木犀の香りがする。はあ、もうこんな季節か。私はその香りがする頃、エイジと結婚をした。もう秋が始まるのだなと、私は誰もいない静かなリビングで誰に向けるわけでもなく微笑んでしまう。ある日の休日、私は朝早くから玄関の掃除をしていた。空気が澄んで少し冷たくなってきたが、私は夏の装いをしていたせいで体が冷え切ってしまった。家に戻ると、エイジがパジャマ姿でトイレの扉を閉めようとしていたので、朝ごはんはパンでいい？と早口で聞くと、おーと、どちらの答えとも言いにくい返事が返ってくる。冷蔵庫から取り出した食パンをまな板の上に置き、小分けされたハムとチーズを乗せてトースターに放り込む。レンジの上に乗せたやかんに火をかけたとき、前触れもなくダイニングテーブルの上に置きっぱなしだったエイジのスマホが震える。ブー、ブー、ブーっと、しつこいくらいにスマホが震えて持ち主を呼んでいた。私は特別気にもならず、適度に焦げ目のついたパンをトースターから取り出し、食器の上に置いてテーブルに並べた。スマホはまだ鳴り続けている。画面は裏返っているので見えないというか見る気もないが、ただ職場から連絡があるということもないとは言えないよな、と少し考えたが、しばらくすると着信は終わり、それと同時にトイレから戻ったエイジは台所で手を洗い始めたので、私はすぐに注意した。ちょっと、台所で手を洗わないでよ。ん？そうか？え？エイジは寝ぼけているのか、微妙に会話にならず、手を洗った後に自分のパジャマの袖で手を拭いて席に着いた。さっき玄関を掃除している時に、ポストから取り出した朝刊をエイジの前に差し出す。エイジは少し微笑を浮かべ、ありがとう、と言った。この人のこういう小さなことへの感謝の言葉が私は結構好きだよな、と思う。そして私も席に着き、カップに注いだ熱々のコーヒーに口をつけた。そういえば、さっきまでずっとスマホが鳴ってたけど、誰から？え？エイジは
両手で広げていた帳簿をすぐに閉じて、テーブルに伏せるように置かれたスマホ画面を素早く見る。そして、焦ったような表情で私に言った。おい、まさか、スマホを見たのか？え？いや、見てないけど、誰からなの？誰って？今、大切な仕事のやり取りをしている最中なんだ。その、あまり部外者には知られたく内容もあるからさ。エイジはそう言って、少し不機嫌な表情をしつつ、素早くトーストを頬張ると、ろくに新聞を読まずに、自室へと引っ込んでしまう。何怒っているのかしら、と不思議に思いながらも、食器をシンクに置くと、私のスマホが鳴った。台所の隅にある、充電しっぱなしのスマホを私は手に取り、充電コードを慎重に外してから耳に当てる。電話の相手は息子の大地からだった。どうかしたの？と私が聞くと、大地は元気にしてるかなって、と。電話越しなのに少し照れくさそうにしている顔が想像できた。休日の朝に母親に電話なんてしてないで、彼女でもいないのか？と聞こうと思ったが、ふと先ほどのエイジの行動が不思議に思えてしまい、そのことをありのまま大地に話す。それは、あれだね。父さん、浮気でもしてるよ。冗談っぽく、楽しそうに言う大地の言葉に、私も笑ってしまう。その後、大地が一人暮らしで困っているという自炊の話になり、後で私直伝のレシピをメールで送ると約束して電話を切った。少し考え、私は、エイジも大地も大好きだと言ってくれたミネストローネのレシピをスマホに打ち込み始めた。トマトは缶詰でなく生のトマトを使う。コンソメは多少使うが、基本的には野菜の旨味だけで作るスープは、結婚当初に初めて作った際にエイジが美味しいと褒めてくれた。私が慣れないスマホで文字を必死に打ち込んでいる最中、エイジは何も言わずにどこかへと出かけるのか、玄関が閉まる音がした。車のエンジンが響き、走り去っていく音に、私は妙な胸騒ぎを覚えた。私はカーテンの隙間から、エイジが乗る車のテールランプをただ見つめていた。別の日のことである。その日は私たちの結婚記念日。しかし、エイジは、仕事が忙しいからという理由で朝まで帰ってこなかった。一人で過ごす結婚記念日というのは今までで初めての経験で、賑やかなバラエティ番組を見ながら用意しておいた冷たいケーキを小さく切り分けて食べる。もしかしたら浮気しているのかもしれない。そう思いながら口に運ぶケーキは砂のような味がした。もし、本当に浮気しているとしたら、それは悲しいのか悔しいのか考えてもよくわからなかった。長い間支え合いながら生きていて、これからは二人きりの新しい人生を始めようと考えていた矢先の裏切りだとしたら、私はどのような感情を抱けばいいのだろう。ただ一つ確実に思うことといえば、エイジは、いい歳をして何を考えているのか。もし浮気していたら、絶対に痛い目に遭わせてやる。私は誰もいない静かな夜に食べかけのケーキを見つめて決意した。その日から私の計画は始まった。エイジがお風呂に入るタイミングですぐさまスマホを盗み見て LINE をチェックする。画面ロックはされていたが、エイジがスマホを取り出してパターンロックを解除している時の指の動きを何度か見ていれば、それが至極単純な渦巻き模様を描いているなどということは数日で解読できた。エイジはそうとも知らず、セキュリティが緩いスマホを部屋の至るところに無造作に置くので、私は隙を見て数日に分けて何度か盗み見る。浮気の証拠になるようなやり取りを探した。エイジに悟られないように
慎重にことを進め、浮気だと疑わしい会話内容を見つけ、私は心が締め付けられるような気持ちと、静かに湧き上がる怒りを必死に表情に出すまいと努めた。何食わぬ顔でいつもと同じように夕飯を差し出す。今日はエイジも私も大好きな料理、ミネストローネ。いつもは生のトマトを入れるけど、今夜は安売りされていた海外の缶詰のトマトを使い、コンソメだって普段より多く入れた。あれ？いつもより美味しいな、ミネストローネ。そう、それはよかった。私は微笑む。数年前にエイジが健康診断で塩分を控えるようにという医師に警告されたという話を真面目に受け止めていた私は、さりげなく塩気を少なくしていたのだが、今日の料理には目一杯の化学調味料と塩分を入れ、旨味だけを最大に引き出してやった。食事中もエイジは何度かスマホを開いて何やら画面を見つめている。私がスープを口に運びながら冷たい目を向けているのに、エイジは気づく様子はない。最近とても忙しそうね。体が心配だわ。まあ、仕事もあるけど、会社の人との付き合いもあるから、取引先の人とも最近は飲みに行く機会も増えたしね。そうなんだ。正直、あんまり行きたくないなって思う日もあるんだけど、仕方ないよな。付き合いだし。まあ、大地が一人暮らしを始めたから少し気が抜けたっていう気持ちがあるにはあるけどさ。少し気が抜けた。と、私は頭の中で反芻する。子供が独り立ちしたら気が抜けて浮気してしまうのは普通のことでしょうか？と聞き返してやりたいのを必死に抑えながら、私は大変ね、と心にもないことを言う。食後、私は面白くもないバラエティ番組を食い入るように見ているふりをしながら、エイジが風呂に入ったと同時に素早くスマホを盗み見る生活を何度も続けた。日々スマホでのやりとりを少しずつチェックすることで、二人の女性との関係を結んでいることを突き止めた私は、エイジが会社に行っている最中にノートに二人の人物像を記録することにした。遠くの方で小鳥の鳴き声が聞こえる。澄んだ青空が心地よい水曜日に、私はボールペンのノックを何度もカチカチと音を鳴らしながら考え込んだ。エイジの浮気相手の一人であるマイという女性は、どうやら仕事の取引先である会社の受付嬢らしく、連絡の中には本当に仕事に関することもあり、エイジからの連絡の頻度を見ると、彼女が浮気相手としては本命に思えた。マイという女性の年齢は27歳。エイジの年齢が51歳ということを考えると、自分の旦那が本気で相手にされているのか少し疑問に思え、哀れにさえ思える。とはいえ、自分の娘とも呼べるような若い女性に鼻を伸ばしているエイジの顔が脳裏に浮かび、鳥肌が立つほどの嫌悪感に襲われた。もう一人の女性は、最近知り合ったらしいミチコという女性で、どうやら仕事帰りに同僚と飲みに行った際に知り合ったらしい離婚歴のある女性だった。このミチコという女性は、やたら頻繁にエイジに連絡を取っており、エイジが連絡を返す間もなく、スタンプや着信を繰り返し、私から見ても少し面倒な絡み方をされているのが分かった。エイジは、このミチコという女性との関係を終わらせたいような雰囲気を醸し出していたが、どうやら、うまく別れることができず、困惑しているやりとりが伺える。何か、浮気の決定的な証拠になるようなものを探そうと、エイジの部屋を物色していると、本棚から数枚の書類がはみ出していて、何気なく数枚を引き出すと、意外なものが見つかった。離婚届。と、これって。見つけたのは、エイジの名前だけが記入済みの離婚届と
婚姻届だった。私は瞬間的にその2枚の紙を破り捨ててしまいそうになったが、すぐに心を鎮めた。多分だけど、エイジは舞という若い子の方と結婚したいのだろう。しかし、今の状況では、バツイチの美智子との関係が複雑化してしまい、エイジ本人もどうしたものかと考え込んでいるのだろう。身勝手な考えで、私や浮気相手までも振り回されていることに、私は完全に頭に来ていた。絶対に許さない。徹底的に自分のしたことを後悔させてやるから。次の日曜日、私は駅前の喫茶店でアイスコーヒーをブラックで飲みながら、高鳴る胸の鼓動を確かめるように目を細める。喫茶店の自動ドアが開き、鼻腔をつく強めの香水が店内に広がると、紫色のワンピースを着た長い金髪の女性が私の前に立ち、軽くお辞儀してから席に着いた。はじめまして、美智子です。わざわざ来ていただいてありがとうございます。少し驚きましたけど、大丈夫です。はい。美智子はメニュー表を軽く一別してから、近くを通った店員にアイスコーヒーを頼む。少し落ち着かない様子で手を拭いた後、膝の上に置いた手を何度かこすっている。派手な格好をしている美智子だったが、この女性は見た目に反して気が小さそうだし、落ち着きがないな、と私は思った。エイジが結婚していることはご存知でしたか？はい、そうですね。奥さんとはうまくいっていないからどうとか、騙されてたのですかね、やっぱり。私ね、美智子さん。エイジとは、離婚しようと考えているの。え？私は美智子に対し妙な警戒心を持たれないように優しく言葉を続けた。もうすでにエイジとの結婚生活は破綻に近いこと、そして離婚は今すぐにでも役所に届けられる状態であること。私はバッグからエイジの名前が記入されている離婚届を美智子の前に差し出した。美智子はそれに食い入るように目を見開いて確認すると、私のことを凝視する。私は、エイジに対して何の未練もないけど、浮気していたことは許せないのよ。あなたも、同じ女としてそれは許せないと思わない？それは、確かに、わかります。はい。だからね、私は、あなたが本気でエイジと付き合っていたのか、という証明が欲しいの。今から私が離婚届を出した後に、あなたはエイジとの結婚届を出してほしいのよ。美智子は口を開けたまま驚いて、しばらく何も言わずにいた。それにほら、ここに書いてあるエイジの字は本物の彼の字でしょ？エイジはあなたとの結婚を真剣に考えていたからこそ、こんなものを用意していたのだと思うわ。美智子は、両手で口を覆うような仕草をした後に、私、幸せになりますと、大きめの声で宣言し、私は、気味が悪くなって、笑顔が引きずってしまう。平次も、なんだか変な女の人に捕まったものだわ。美智子は、嬉しそうに婚姻届を抱きしめ、親戚の人に、婚姻届の証人になってもらってから、提出します、と言って去っていった。その直前、美智子は私に真顔で、智子さんと息子さんに婚姻届の証人になってもらうことってできませんか？と言われた時は、さすがに私の作り笑顔も消え失せたが、やんわり断ると、すぐに、そりゃそうですよね？と、口元を歪ませて微笑む。離婚届を提出した後、私は大地に電話をした。エイジが浮気していたこと、そして離婚届を出して、さらにはエイジが別れたがっていそうな浮気相手と半ば強引に婚姻届を出してやったことを報告すると、電話越しで大地の大きな笑い声がする。その笑い声を聞いていると、私の胸の中に残っていた罪悪感の
小さなしこりが溶けるように消えていく。母さんもむちゃくちゃなことするね。でもいいと思う。俺はもう親父とは会わないよ。そんな人だと思わなかった。ありがとう。なんか大地の声を聞いたら安心した。俺に何かできることはない？何かできることがあれば協力するけど。その提案には断って、私は大地にお礼を言うと電話を切って、そのまま電車に乗って実家に帰ることにした。電車を乗り継ぎ実家に帰ると、年老いた母と父が驚いた顔で私を迎えてくれた。すでに定年を迎えた父は家の近くに小さな畑を借りて野菜を育てる趣味を楽しんでいたが、私が知らない間にその規模はだいぶ大きくなっていたようで、家の玄関前には大量の野菜が卸売業者が使うような大きめのコンテナに積まれている。仕事が一段落したタイミングで両親がお茶を出してくれて、一部始終を話して今後について相談を始めた。私の父と母は、英二が浮気しているという話の冒頭では、とても難しい顔をして、信じられないといったニュアンスの言葉をつぶやいていたが、やがてことの顛末を受け入れて、今後は実家に戻って暮らせばいい、などということについて、具体的な案を出してくれた。父は穏やかな顔で、大地ももう子供ではないしな。とも子の好きにすればいい。と、実家で暮らすことを認めてくれたことが何よりも嬉しかった。それから数日後、泊まり込みの仕事を終えたという英二から連絡が来た。この泊まり込みの仕事というのも、職場に連絡をして確認したところ、虚偽だったことはすでに判明しており、多分だが、若い方の浮気相手である舞の家に転がり込んでいたのだろう。帰宅した英二は家に誰もいないので不審に思い私に連絡を入れたという流れ。仕事から帰ってきてるのに部屋は掃除してないし洗濯物も干しっぱなしだしどうしたんだよ。あら、職場に連絡したら有給休暇って聞いたからどこかで浮気しているのかなーって思って。は？おいおい、浮気って何を言ってるんだよ。すべてお見通しである、と私は吐き捨て、これまでの行動を教えてやった。電話の向こう側から、エイジの動揺している様子が目に浮かんだ。母は、エイジと私が電話していることを悟ったのか、台所で料理していた手を止めて、心配そうに見ていたので、大丈夫という意味を込めて微笑んで見せたが、母は難しい顔をして口を尖らせる。とにかく、そうだな。一度自宅に帰って来いよ。話をしようじゃないか。いきなり離婚だなんて意味がわからないよ。それは確かにそうよね。どんな物事だとしても、自分の予想外のことが意外なほどに早い展開を見せれば、誰だって混乱して動揺して、そして心が詰まるような感覚になるわよね。私もあなたが裏切らなければ、こんな気持ちを知らずに生きてこられたのに。毎年毎年暑い夏を乗り越えて、はあ、少し涼しくなってきたかもしれないと思い始めた頃に、どこからともなく漂う金木犀の香りが私と英二の結婚記念日を思い出させた。秋の始まりと同時に私たちは一緒に暮らし始めたけれど、今年は終わりの季節になったわねと。自分でもロマンチックな言葉を頭の中で考えている。とにかく帰ってきてくれ。話はそれからだ。大丈夫だからな。大丈夫だからなという意味がわからず思わず苦笑する。私は迷うことなく次の準備に取り掛かるため、エイジの浮気相手の二人に連絡を入れるのだった。そして次の日曜日、私とエイジと、ミチコとマイ、四人がテーブルを囲んで座っているという異様な光景が広がる。ミチコの方には、私がエイジと離婚した際の財産分与について話し合いたいことがあるから、
と言って自宅まで誘い出した。そしてまだ若い舞の方とは一度もコンタクトを取ったことがなかったので、エイジのスマホから抜き取った電話番号から、エイジの妻です。話があるので自宅まで来ていただけませんか?と真正面から伝えていた。美智子は隣に座る舞の存在が気になっている様子で、はじめまして、と遠慮がちな挨拶をする。舞の方はこの場にいる意味を理解できているので、口を舞一文字にしたままうつむいている。この場にいる誰よりも若い舞は腕組みをしながら羽織っている薄手のレースの羽織を握りしめている。秋晴れの気持ちいい日だったので寒くはないが、舞は羽織の上から何度か二の腕をさすっている。もう単刀直入に言いますけど、舞さん、美智子さん、あなたたち二人はうちの旦那と浮気していたのですよね。美智子は派手な化粧をした瞳を大きく見開いて隣の舞を見る。エイジは青ざめた表情で借りてきた猫のように小さくなっており、頭を下げながらテーブルの木目を見つめている。つまりですね、離婚するからいつか再婚しようって騙されてたんです。二人同時にね。美智子と舞は自分たちの他に浮気相手がいることを知らされていない状態でここに集められていた。舞の方はおそらく私に対して離婚を迫るような勢いでここに来たのだろうけど、自分の他にも浮気相手がいて、なおかつすでにエイジは美智子との婚姻届を出してしまっているという事実に唖然とするしかなかった。はあ?もうすでに奥さんとは離婚していて、他の人と再婚してるってこと?ちょっと待って。どういうこと?他の子とも浮気してたってこと?待て待て。同時に喋らないでくれ。頭が混乱して爆発しそうだ。とりあえず一度落ち着こう。とりあえずとも子、みんなに何か飲み物でも。は?私はもうあなたの妻じゃないですよ。あなたが入れてくださいよ。私の言葉にエイジは絶句し、胸のあたりを押さえて苦しそうに頭を抱えた。そして数秒の間を置いてリビングの床に額をつけ土下座しながら、すまないと叫ぶように言った。そんな安い土下座にどんな意味があるのよ。すまない。ごめんなさい。なんか、どうでもよくなってきましたけど。それなりの慰謝料は払ってもらえますから。え?いや、その。畳みかけるように、私からも慰謝料を、舞さんと美智子さんに請求しますよ、と、笑顔で伝えた。もちろんすでに弁護士には相談しておりますし、あなた方が、エイジに慰謝料を請求するならそれはそれで、私には関係のない話ですから。と付け加える。その後、舞は冷たい言葉で彼を罵り、美智子はどうしていいのかわからず、あたりを見回し、何度か立ち上がってみたり座ったりと、落ち着きがない様子だった。奥さんが外で浮気してて、もう離婚寸前っていうのも嘘だったのね。いや、その。こんなつまんない男と、こんなつまらない時間を共有することになるなんて。舞は自重するように頭を抱えて小さくため息をつく。私は少し離れたところからエイジたちの様子を眺め、なんて醜いのだろう、と思った。まだ私にはやるべきことがある。きちんとした形でエイジと浮気相手に慰謝料を請求しなければ、これからの私の人生が楽しくない気がする。弁護士を経由して慰謝料の請求に対して、舞はどうでもよくなっていたのか素直に応じた。だが、舞は宣言通り、エイジに対しても慰謝料を請求しており、エイジは最後まで私に対して請求の減額を希望したが、私は容赦なく支払いを要求した。エイジは美智子の提案で持ち家を売り払い、それを支払いに充てることにした。
これにより英二は何とか慰謝料を用意できたが、住む場所を失ってしまい、美智子の実家へ引っ越すこととなった。勝手に出されてしまった美智子との婚姻届だったが、もし仮にこの婚姻届まで保護にするような事態になったら、美智子にまで慰謝料を請求されることとなり、英二にはもうそこまでの金銭的な余裕は残されていなかったらしい。後になって親戚から聞いた話なのだが、英二は美智子の実家に暮らし始めてからかなりの束縛を強いられているらしい。そもそもが浮気という略奪愛から始まった再婚生活なので、美智子としてもまた英二が浮気するかもしれないという危惧はしているらしく、毎日のように職場に電話を入れて出勤の確認をして、退勤時には寄り道しないで帰るようにと釘を刺しているそうだ。しかも実家はかなりの田舎で、駅から家までの道のりに街灯も少なくコンビニもない。休日は古い実家の修繕や年老いた義母や義父にいいように利用され、自由を完全に失っているらしい。さすがに哀れに思えたのは、英二はスマホを持つことを許されていないようで、お小遣いも必要最低限しか持たされていないのだとか。私と舞は英二とは完全に縁を切り、おのおのが自分の生活に戻った。舞は英二の仕事上での取引先だったので、そのせいで社内でも浮気の件は噂になってしまい、英二は職場でも肩身の狭い思いをしているらしいと人づてに耳にした。それももう私にとってはどうでもいいことで、今の私は実家で両親の畑仕事の手伝いなどしてのんびりと過ごしている。もともと結婚する前から父が趣味でやっていた家庭菜園の手入れを一緒にしたりして、私にも農業の知識はあり、地元のスーパーに卸せる程度の量を生産しているため、やるべきことも多く、充実した毎日を過ごしている。時々であるが、大地も実家に遊びにやってきてくれる。一緒に夕飯を食べる日もあり、久しぶりにミネストローネを作ろうと思った。夏の終わりに両親が収穫したトマトが古くなりそうだったので、大量に消費するために、大きめの鍋に投入する。随分とハイカラな食べ物を作るわね、と母は興味深そうに私が作る料理を眺めていたが、きっと気に入ってくれるわよ、と笑顔で食材を用意する。出来上がった料理を食卓に並べ、みんなが美味しそうに食べてくれる顔を見て、私は無性に嬉しくて笑みがこぼれてしまう。塩気の少なく野菜の旨味だけで少し物足りないそのスープは、決して刺激的な味ではないけれど、優しく私たちの体に溶け込んでいく気がした。この辺りに白い影が見えますね。ガンの疑いがあります。そんな、困りますよ。私には幼い子供がいるんですよ。どうして私ばかりこれほど不幸が襲いかかるのだろう。私は前世で神様を怒らせるようなことをやっていたのだろうか。自分の身に降りかかる現実に私はこらえられないほど、今自分が生きているこの世界の何もかもが嫌になった。母が亡くなった時、まだ幼かった私を父は優しく抱きしめ、お母さんの代わりになってやる、と私の耳元で囁いてくれたのをなんとなく覚えている。夫の直行は、私に子供がなかなか授からなくても、焦らなくていいよと、いつも私に寄り添ってくれた。それなのに、どうしてみんな私を置いて、遠い世界に旅立ってしまったのだろう。どうしたらいいの？自分の頭で冷静に考えられるほど、私は強くなかった。そんなある日、看護師長が私を呼び出して、できるだけ笑っていないとダメよ。春樹くんのためにも笑顔でいなさい。そんなの無理ですよ。春樹はまだ3歳で、それなのに母親の私がガンだなんて。あなただって
幼い頃にお母さんを亡くしたけど、今をしっかり生きてるじゃない。私には父がいました。でも春樹には父親がいないんです。私しかいないんです。だから私が頑張らないといけないんです。看護師長はニコッと微笑むと、私の手を強く握りしめて。生活に不安を抱えているんだったら、うちの病院にも、医療ソーシャルワーカーが在籍しているから相談してみたら、きっと力になってくれるはずよ。私は藁にもすがる思いで、お願いしますと言った。数分後、部屋に入ってきた男性はニコリと微笑むと。医療ソーシャルワーカーの森山です。久しぶりですね、篠原さん。私の名前は加藤由美、37歳。私は現在3歳になる一人息子の春樹と安アパートで二人暮らしをしている、いわゆるシングルマザーだ。私は幼い頃に母を癌で亡くし、それ以来私は父の松久に男で一つで育てられた。仕事を抱えながら子供を育てるのはかなり大変だったに違いない。そんな父の苦労に報いたい気持ちと母のように病気で苦しむ人の力になりたいとの思いから、私はいつしか看護師を目指すようになった。目標を定めた私は、看護科のある N 高校に進学し、将来に向かってがむしゃらに勉強に励んだ。校内弁論大会でクラス代表に選ばれた私は、亡き母を思い浮かべながら壇上に立ち。患者が苦しむのは病気だけではありません。その後の生活も、患者やその家族に大きな負担がかかってしまいます。私はそんな人々の助けになりたい。と気合を入れて熱弁し、会場となった体育館が揺れ動くほど大きな拍手喝采を浴びた。卒業後、念願の看護師になった私は病棟に配属され、毎日の激務にアクセスしながらも看護師としての経験を積み重ねていった。小さな町工場を経営している男性が入院した時には、経営が苦しい時に肝心の俺がこんな体になっちまって、社員たちに申し訳ないよ。また、小学生の子供を二人育てている女性が入院した時には、私にもしものことがあったらと思うと、あの子たちはどうなっちゃうんだろう。それが何よりも心配なんです。と、私にすがるように話すのだ。様々な患者と接してきたが、彼らは皆自分の病気のことよりも愛する家族や大事な仲間のことを優先して心配していた。そこで私はハッと気づいた。ひょっとしたら私の母もこの患者たちと同じような気持ちを抱えたまま天国に旅立ってしまったのではないか、と。看護師として奮闘しながらも、私はこのままでは誰も救えない。患者やその家族の力になりきれていないと思うようになり、もっと高みを目指そうと勉強を続けるようになった。そしてその頃、私には思いを寄せる男性がいた。同じ病院で働いている事務職の男性で、彼の名は加藤直之。年齢も一緒で好きな音楽も共通していたので、私たちはすぐに意気投合した。仕事が休みの日になると、それまで帰宅して寝ているだけの生活だった私も、直行と付き合い始めてからはカラオケに行くことが増えて、そこでたまりにたまったストレスを発散。あー、すっきりした。患者さんの前じゃこんな大音量で歌うわけにもいかないから。由美ちゃんは本当にすごいよ。毎日院内で由美ちゃんの仕事ぶりを見ているけど、俺には到底真似できないな。その上、勉強も惜しまないなんてさすがだよ。直行と話しているだけで、私は精神的にも肉体的にも疲れが解消されていくような気がした。話を聞けば、直行も私も同じように幼い頃に両親を病気で亡くしていたのだ。いや、私には父がいただけ、まだいい方かもしれない。直行は両親を亡くした後、親戚に引き取られて育ったそうだ。おじさんやおばさんには、どんなに感謝しても感謝しきれないほどの恩を感じているんだ。直行がある時、ぼそりとつぶやいたその一言で、私は彼の誠実な人柄を悟った。直行は
歌を歌うことも好きだったが、体を動かすことも好きだった。特に学生の頃は、友達と登山サークルに所属していて、週末には必ず山へ登っていたという。奇遇だな、と私は嬉しい気持ちになった。私のお父さんもね、若い頃から登山が趣味で、仕事が休みの日には毎週山登りしていたんだよ。確か、お母さんと知り合ったのも登山がきっかけだって言っていたな。私は運命的なものを感じて、直行のプロポーズもすんなり受け入れることができた。結婚式の当日は朝から本当に大変だった。私は式の終盤で読み上げる父への手紙をどう書こうか悩みに悩んでいたが、昔を振り返れば振り返るほど父の私に対する愛情を思い出して涙が止まらなくなってしまった。どうしよう、何も書けない。そばで見ていた直行が私の背中を優しくさすりながら答えてくれた。無理して書かなくてもいいんじゃないかな。その場のアドリブというか、思った気持ちを素直に伝えた方がいいよ。結婚式が始まると、私の腕を引く父がいつになく固くなっている。もしかして緊張してる？父は、バカ、と小さくつぶやいただけで、それ以上は何も言わなかったが、入場口の扉が開いた瞬間に、大粒の涙をボロボロこぼし始めた。会場に集まってくれた客の間にざわめきが生まれ、隣で見ていた私も思わずおかしくて笑いをこらえるのに必死だった。そうなると、もう何もかもがどうでもよくなって、最後の父への手紙も。肝心な時にドジばかり繰り返している、どうしようもない親父です。と、父の失敗談を中心に笑いにあふれたものになり、会場は爆笑の渦に包まれた。一人娘を手塩にかけて育てた父にとって、直行は当初、受け入れがたい存在だったようで、結婚してからもしばらくは、ぎくしゃくした関係が続いていたが、お父さん、たまには登山に連れて行ってくださいよ。おすすめの山はありますか？と、娘婿に促されて、父は仏頂面になりながらも、私を含めて三人で登山に出かけてからは、少しずつ二人の距離は縮まっていったようだ。私も最初の頃は二人について行ったのだが、かねてからの目標だった認定看護師の勉強にもっと力を入れたいと思い、それからは登山に行かなくなった。それでも山から降りてきた二人が日焼けした顔で仲良さそうにおしゃべりしている様子を見ているだけで、私も一緒に楽しんできたような不思議な感覚を抱いたものである。結婚から数年が経っても、私と直行の間には、なかなか子供が授からなかった。直行は気持ちばかり焦る私に、こればかりは殿からの授かり物だからね。自分のペースでいいんだよ。そう言って、不妊治療にも積極的に協力してくれた。他の同僚や後輩たちが、ことぶき退社や産休休暇を取るたびに、私は羨ましい気持ちで胸がいっぱいになった。私は直行の言葉を思い出して、自分のペース、自分のペース、と何度も自分に言い聞かせ、くじけそうになる自分を鼓舞した。そんなある日、私に思いもよらない悲劇が襲いかかった。その日は父と直行が登山で不在だったが、私は夜勤明けということもあって、朝からベッドを抜け出さずに寝ていたのだが、家の電話がけたたましく鳴り響き、慌てて出てみると。加藤直行さんのご自宅で間違いございませんでしょうか。電話の相手は地元警察のものだと名乗った上で、加藤直行さんと篠原松久さんが滑落事故に遭われまして、すぐにレスキューが駆けつけたのですが、残念ながら二人とも打ち所が悪かったらしく。その先の言葉を、私は確かにはっきりと聞いたはずなのに、気持ちが受け付けずにほとんど聞き流してしまった。とにかく何も考えられない頭で私は財布を持つとタクシーに乗り、指定された病院へ急いだことだけをおぼろげに覚えている。霊安室で動かなくなった二人と対面したとき、あまりにも綺麗な顔つやに
二人はまだ生きているのではないかと錯覚してしまうほどだった。目撃者の話では、片側が崖になっていた登山道で、先に父の松久が足を踏み外し、それをかばおうと腕を伸ばした直行も巻き込まれるように崖下へ滑り落ちたという。本来であれば見通しの良い初心者向けのコースも、その日は曇り空で、足元は見えづらい状況にあったことが事故の原因だろうと警察は説明した。私には事故の原因などどうでもよく、警察の報告はまるで耳に入ってこなかった。あるのは、母を亡くして男手一つで私を育ててくれた父と、なかなか子宝に恵まれず焦る私を精神的に支えてくれた夫を、同時に失ったことへの絶望感だけ。愛する者を一遍に失った私は、呆然自失となり、しばらく何をする気にもなれなかったが、さらに私を追い詰めたのは金銭的な問題だった。二人とも、登山はあくまで趣味程度のつもりだったため、山岳保険に入っていなかったのだ。それが災いして、レスキューの費用は全額自己負担となってしまったのである。葬儀費用を含めると、200万あった貯蓄はすべて使い果たしてしまった。その200万円は、子供ができた時のことを想定して貯めていたものだったが、まさかこんなことに使うなんて、思ってもいなかった。悲しみのどん底に突き落とされて、体を動かす気にもなれず、私はそれまで通っていた産婦人科にもしばらく足が遠のいていたのだが、ある時、体に以前とは異なる違和感を抱いて、遅れていた定期受診に行ってみると、おめでとうございます。3ヶ月です。私のお腹の中には、新しい命が宿っていたのである。担当の医師は、私の塞ぎ込んだ気持ちなどお構いなしに満面の笑みを浮かべているが、私は心臓をわしづかみにされたような苦しさを覚えて、その場で頭を抱えてしまった。何なのよ、今更。たった一人でどうやってこの子を育てていけばいいっていうのよ。嬉しさよりも、今後の生活を考えると、生きていく道が大きな壁で閉ざされてしまったみたいで、私はどうしようもない現実の厳しさに涙が止まらなくなった。お父さんがまだ生きていてくれたら、直行がまだ生きていてくれたら。毎日が明るくて楽しかった頃が走馬灯のように蘇って。どうして今なの？どうしてあなたはもっと早く私の元に来てくれなかったの？私は自分に絶望を与えた神様を恨み、まだ見ぬ我が子を憎んだ。精神的にも肉体的にも不安定な状態で出勤すると、事情を知る職場仲間たちもどう声をかけていいか困惑しながらも、優しく微笑んで声をかけてくれる。患者さんが待っているよ。みんなあなたに話を聞いてもらいたいんだって。辛いことばかりじゃないよ。きっとこれからいいことも必ずやってくるよ。上司や同僚からそんな風に優しい言葉をかけられればかけられるほど、はあ、やっぱり私は不幸なんだ、と自分の身に降りかかった悲劇を再認識させられたような気がしてしまう。もちろん誰も悪気があって言っているわけではないと頭で理解していても、優しくされるほど私はどうしてもいたたまれない気持ちに苛まれてしまうのだった。そんな気持ちで看護師の職務を全うすることは到底できないし、患者にとっても迷惑になると考えた私は、それまで働いていた病院を辞めることにした。父と夫の四十九日を迎え、私は二人が眠る霊園へ足を運んだ。私一人で、これからどうやってこの子と生きていこう。お腹をさすりながら、私は途方もない絶望を目の前に、今にも足元から崩れ落ちてしまいそうで怖かった。墓前に立つと、どうしても現実を受け止めなければいけないという気になり、そう思えばそう思うほど辛く悲しい気持ちになってしまうので、できることならここにはもう来たくなかった。ママ、ここにおじいちゃんとおばあちゃんいるの？どうかしらね。
でもおじいちゃんとおばあちゃんはいつだってリクのことを見守ってくれていると思うな。突然の会話に驚いて振り返ると、3歳くらいの男の子の手を引いた母親が、墓前に線香と花を備えて手を合わせていた。男の子も母親の動きを真似して目をぎゅっとつむり、手を合わせている。私は時が経つのを忘れて、その親子に思わず見入っていた。気がつくと、私の目からは大粒の涙が流れ、それなのになぜか笑っていた。一体どういう感情なのだろう。私は悲しいのか、嬉しいのか。その親子を見ていると、絶望と希望が同じ世界で入り混じっているような不思議な感覚を抱くのだ。お父さん、直行、私たちのこと、ちゃんと見守ってくれる？父も夫も何も答えてはくれないけれど、背中のあたりがなんだか暖かくなったような気がして、直行、とつぶやいた。私の背中を優しくさすってくれた直行の手のぬくもりを感じたのだ。父の笑い声がすぐ耳元で聞こえたような気がして振り向いたが、そこには誰もいなかった。私、頑張って生まれてくるこの子と生きてみるよ。それから1ヶ月後、私は思い出がいっぱい詰まった実家を売却し、近くに安アパートを見つけて引っ越した。この子の食べ物、お父さんもきっと許してくれるよね。私はお腹をさすりながら、雲一つない青空を見上げていった。売却費用の多くは、生まれてくる子供を育てるために使うと決めた。問題は、これからどうやって食べていくかである。生活していくためには、働かなければならないが、妊娠中の体で受け入れてくれる働き口は見つかるだろうか。不安に苛まれていたが、案の定、世の中は甘くなかった。お腹に子供がいるんじゃ、どうせすぐに辞めちゃうんでしょ？そんな人を雇ってくれるところなんか、どこ探したってないよ。どこへ行っても、そんな風に断られるか、口では同情しつつも、やっぱり採用は見送らせてくれと言われてしまう。それでも、どうしても稼がなければいけない私は、とにかく少しでも家計の足しになればと考え、短期でデータ入力の仕事を募集している会社を見つけて雇ってもらえることになった。それだけでは足りないと、家にいてもできる内職も始めた。そうやって、どうにか生活費が得られるようになって数ヶ月。病室の窓を薄桃色の花びらが舞う季節に、私は元気な男の子を出産した。外の景色を眺めていると、父と直行と毎年花見に出かけた記憶が蘇り、また涙が頬を伝ったが、この時は悲しみよりも嬉しさの方が勝っていた。毎年春になると咲き誇るあの桜の木が、私に生きる希望を与えてくれるかもしれない。私は我が子に春樹と名付けた。春樹が生まれて、最初に私を待ち受けていたのは保育所の壁だった。たとえ春樹が健康で生まれてきたとしても、生活費がなければ生きていけない。そのためには、私が働きに出てお金を稼がなくてはいけないのに、その間に春樹の面倒を見てくれる場所がなければ、私は外へ出ることもままならないのである。私も、亡き夫の直行も、両親は共に他界しているので、春樹を預かってくれる身内は誰もいなかった。直行を育ててくれた、おじ夫婦も、今では施設に入っていて子供を任せることはできない。実際に自分が妊娠するまであまり気にしたことはなかったが、子供を預けるということがこれほど難しいことだとは思ってもみなかった。知識としてはテレビや新聞で得ていたけれど、子供を預かってもらえるまで少し時間がかかるのだろうと、その程度の浅はかな考えしか持っていなかったのだ。いざ自分がその立場に置かれてしまうと、私の想像をはるかに超えて世間は厳しかったことを思い知らされた。私と同じような事情を抱えたシングルマザーが増加していることも一因にはあったけれど、私が外で働いていないことを理由に入園を後回しにされることも多かった。何度も役所に相談しに行ったが、
担当者は、待機待ちです、と、いつも決まったセリフを繰り返すばかりで、拉致が開かないので、私が直接保育園に交渉に行くと。他の親御さんは、皆さん外で働きに出ていて子育てに時間が取れないから、私たちがお預かりしているのですよ。あなたは仕事をしていないのだから、ご自身で面倒を見られるじゃありませんか。と、園長は私のことを小馬鹿にするように言ってきた。外で働けるなら、私だってこんな苦労はしてないわよと、心の中では必死に叫んでいたが、入園待ちをする他の保護者の私を睨みつけるような視線を感じて、その場を逃げ出すしかなかった。幼い子供を育てながら、どうやって仕事を見つけたらいいのだろう。少子化少子化と何十年も昔から叫ばれていながら、どうして子供を預けられない現状が未だに残っているのだろうと、私は世の中に対する苛立ちを覚えた。春樹は昼夜問わず突然泣き出してしまうことがあって、私は近隣の迷惑にならないかヒヤヒヤしながら毎日を過ごしていた。安アパートだけあって壁は薄い。昼間はどの部屋も仕事に出ていてまだいいけれど、夜になると近隣の住人から、ちょっと子供の泣き声がうるさくて眠れないんだけど、どうにかして!と怒鳴られることが何度もあった。その度に私は眉間にシワを寄せて相手を睨みつけるように、仕方ないじゃないですか、子供はこっちが泣かないでと言ったって泣いちゃうんですから、と言い返したい衝動に駆られる。だが、そんなことをしたら火に油を注ぐようなもので、せっかく借りることができたアパートも追い出されてしまうかもしれない。そんな不安が襲ってきて、結局何も言い返せないまま、私は泣き寝入りするしかなかった。春樹の寝顔を見ていると、明日に向かって私も頑張らなきゃと思う一方で、この子さえいなければと悪い方へ考えてしまう自分もいる。世の中のありとあらゆるものすべてが敵に思えて、私の心は次第に追い詰められていった。一体誰に相談していいのかもわからず、自分で答えを見つけようともがけばもがくほど、絶望の深みにはまって悪い思考から抜け出せなくなってしまうのだ。内職でどうにかその日の暮らしを保つことができていたが、この先いつまでこんな生活が続くかわからない不安と恐怖は、常に私を苦しめ続けた。三年の月日が過ぎた。ありがとうございます。私は何とか地域の総合病院への就職が決まり、院内に設けられた託児所に春樹を預けることもできた。田舎の病院はとにかく人手不足で大変なのよ。あなたが来てくれて助かるわ。春樹くんのことも安心して。この病院では他にも子供を育てながら仕事している仲間が何人もいるから。優しい看護師長にそう言われて、私の心は少しずつ救われていった。ところが、ようやく生活も安定しつつあったとき、入職時の検診で私をさらなる不幸が待ち受けていた。この辺りに白い影が見えますね。癌の疑いがあるので、詳しく検査した方がいいでしょう。私を診察した医師が険しい表情で言った。精密検査の結果、最初の診断通り私の体は癌に蝕まれていた。私はいつかこんな日が来るんじゃないかと心のどこかで予想していたような気がする。母は癌でこの世を去ったのだ。母だけではない。私の祖母も叔母も皆、私の母方の血筋はほとんどが癌でこの世を去っていた。私は現実を受け止めきれることができずに頭が混乱して涙が止めどなく溢れてきた。そんな困りますよ。私には春樹がいるんですよ。あの子はまだ3歳で、私に何かあったらあの子はどうしたらいいんですか、先生。半狂乱になって取り乱す私を医師は責めるでもなく穏やかに微笑んで、幸いにも発見は早かった。今はまだ初期の段階なので、これならいくらでも治療法はありますよ。大丈夫。安心して。そう言ってくれたが、私はどうしても最悪の結末ばかり考えてしまうのだった。気づかないうちに、いつの間にか私は
他人の優しさを素直には受け入れられないほど嫌な人間になってしまったようだ。どうして私ばかり、これほど不幸が襲いかかるのだろう。私は前世で神様を怒らせるようなことをやっていたのだろうか。自分の身に降りかかる現実に、私はこらえられないほど、今自分が生きているこの世界の何もかもが嫌になり、逃げ出したい衝動に駆られる。母のことは正直に言うと、物心つく前に他界しているので、ほとんど記憶に残っていない。母の顔も昔古いアルバムで見たことがある程度で、写真の母はとても穏やかに笑っている。そんな笑顔の母も自分が病気だと知った時は、きっと今の私と同じような絶望した気持ちになったのではないだろうか。母が亡くなった時、父は私を優しく抱きしめ、お母さんの代わりになってやる、と私の耳元で囁いてくれたのをなんとなく覚えている。夫の直行は私に子供がなかなか授からなくても自分のペースで焦らなくていいよ、と言って、いつも私に寄り添ってくれた。それなのに、どうしてみんな私を置いて遠い世界に旅立ってしまったのだろう。私は一体どうしたらいいの？自分の頭で冷静に考えられるほど、この時の私は強くなかった。不安をごまかそうと仕事に打ち込んでも、運命に抗えず、この世を去る患者を目の当たりにするたび、自分自身を重ねて、全身がブルブル震えた。そんなある日、看護師長が私を呼び出して、できるだけ笑っていないとダメよ。あなたには春樹くんがいるでしょ。春樹くんのためにも、笑顔でいなさい。そんなの無理ですよ。春樹はまだ3歳で、それなのに母親の私がこんな体になるなんて、あの子の将来を考えたら笑っていられません。あなただって幼い頃にお母さんを亡くしたけど、今をしっかり生きてるじゃない。私には父がいましたから寂しくありませんでした。でも春樹には父親がいないんです。私しかいないんです。だから私が頑張らないといけないんです。看護師長はニコッと微笑むと、私の手を強く握りしめて、あなたを見ていてずっと思っていたことなんだけど、あなた何もかも全部一人で解決しようとしてない？誰かに頼ろうとしたことある？おっしゃってる意味がよくわかりません。私がどんなに苦しい思いをしたって、世の中の人はどうせ誰も助けてくれませんよ。みんな自分のことで精一杯なんですから。そんなことないわ。世の中にはいろいろな支援制度があるのよ。そういうのを調べてうまく利用してみたら？生活で悩んでいるなら医療ソーシャルワーカーを同席させてみる？医療ソーシャルワーカーという名称を聞いて私はあっと思った。医療ソーシャルワーカーは患者やその家族を社会福祉の面からサポートする役割を担っている。看護師を目指した頃から看護師になった後も絶えず勉強を続けてきた私は、医療ソーシャルワーカーの存在も知識として得ていたはずなのに、今の今までそんな存在がいたことを私は完全に忘れていたのだ。うちの病院にも医療ソーシャルワーカーが在籍しているから相談してみたら？力になってくれるわよ。私は藁にもすがる思いで、お願いします、と言った。数分後、部屋のドアをノックして、私と同じ30代後半の男性が、失礼します、と入ってきた。私と目が合うなり男性はニコリと微笑むと、医療ソーシャルワーカーの森山です。久しぶりですね、篠原さん。男性は森山と名乗り、私の旧姓を言った。どうして私の旧姓を？私のことをご存知なんですか？悪いが、君のことは調べさせてもらったよ、と森山は冗談交じりに言った。森山の顔にも名前にも私は心当たりがなかったが、彼の目を見ていると、そういえばどこかで見かけたような気がした。看護師長がくすっと笑って、彼もあなたと同じ N 高校の卒業生よ、と言った。
それでもピンとこない私の表情を汲み取った森山は苦笑して、いつも性格が暗くて、周りの友達からも気持ち悪がられたりしていた森山敦樹ですよ。そこまで言われて、ようやく私も高校時代の記憶がおぼろげながら蘇ってきた。森山敦樹といえば、引っ込み思案な性格が災いして、いつも教室の隅でポツンと読書にふけているような影の薄い少年だった。私は看護科で、森山は普通科と学科が異なったので、ほとんど接点はなかったけれど、そんな生徒がいたな、となんとなく記憶していたのである。けれど、その時の森山はもっと体がひょろくて、いつも自信なさげでうつむいてばかりいる少年だったのだが、今目の前に立っている男性は、それとは似ても似つかない、がっちりとした体つきに、爽やかな微笑をたたえた、自信に満ち溢れた顔をしている。唯一あの頃と変わらないところといえば、涼やかな目元の雰囲気くらいのものだろう。卒業以来久しぶりに見た彼を、私がすぐに思い出せなかったのも、無理からぬことだったのである。びっくり。え、あのいつも一人ぼっちだった森山くん？嘘、信じらんない。私の心は青春時代にタイムスリップして、言葉遣いも学生時代に退化するほど、ここが私の職場であり、病院であったことをすっかり忘れていた。看護師長がおかしそうに笑っているのに気づき、私は慌てて、すみません、と自分の振る舞いを恥じた。だけど、あの森山くんがどうして医療ソーシャルワーカーに？私が尋ねると、森山はキリッとした目を向けて、僕を変えたのは、篠原さん、あなたですよ、と言った。高校の時、私は母を癌で亡くした経験を生かして、患者やその家族に寄り添える看護師になりたい夢を、弁論大会で熱く語ったことがあった。その大会の実行委員を務めていたのが、森山敦樹だったのである。当時の森山は陰気で、自分から積極的に何か行動を起こすタイプではなかったし、弁論大会の実行委員も他になり手がいなかったことから担任に指名される形で断れなかったのだ。だが、私のスピーチを聞いているうちに、彼自身の心の奥底に眠っていた自分を変えたいという思いにも火がついたという。あの時、僕は篠原さんの言葉に刺激されて、このままじゃいけない。あなたのようにもっと強く生きたいと前向きに考えられるようになったんです。そしていつか篠原さんのように誰かの助けになりたい、悩んでいる人の力になりたいと本気で思えるようになった。今の僕があるのはあなたのおかげです。あなたは僕にとって特別な存在なんです。特別な存在？え、それってどういう？突然の告白に私が戸惑っていると、森山も急に顔をわからめて。いや、違います。特別な存在というのは、その、恋愛感情とかそういう意味じゃなくてですね。なんというか、人として憧れというか、目標というか。なんだ、そういうことね。ちょっとがっかり。私は面白がって、森山をからかうようなことを言った。森山と再会して、まだ5分も経っていないというのに、いつの間にか私の心を埋め尽くしていた暗い感情は、どこへやら消え去っていた。失礼ですが、医療ソーシャルワーカーとしてあなたのことをいろいろと調べさせてもらいました。何かあなたのお手伝いができればと思いまして。その日以来、森山は時間を見つけては私の相談に親身に応じてくれるようになった。一人親への支援制度に子育て生活支援策というものがありますよ。幼い子供の面倒を見てくれたり、食事から掃除、買い物など、身の回りのあらゆるサポートをしてくれる制度です。それに篠原さん、失礼、今は加藤さんでしたね。加藤さんと同じような悩みを抱える人々の相談に乗ってくれる団体もご紹介しますね。あらゆる支援制度を活用した結果、春樹をはじめ、身の回りの世話を以前よりも気にしなくなった私は、病気の治療のみに専念することができるようになった。森山のおかげで、私は少しずつ元気を取り戻していったのである。また、支援団体が主催するランチ会が月一で行われており、
私は夫に先立たれて子供を一人で育てていかなければならなくなった時、皆さんに助けていただいて本当に感謝しているんです。うちもまだ幼い子供が二人もいるのに事故で働けなくなってしまって、どうしていいか困っていたところにこの団体のことを知って、今は私も子供たちも幸せに暮らしています。同じような悩みを抱えた母親同士が交流を深め、互いの悩みを分かち合うことで、いつしか私は一人じゃない、他にも仲間がたくさんいて、みんな協力し合っているんだと認識することができた。冷静になって振り返れば、私はたった一人で春樹を何とかしなければと、自分を追い込みすぎていたような気がする。人は一人で生きていくことはできず、必ず誰かのサポートが必要になってしまう。何もかも自分で解決しようなんて、そんなこと絶対に不可能なのだ。誰かに助けを求めることは、決して恥ずかしいことじゃない。それを気づかせてくれたのが、森山だった。森山に相談するようになって以来、私は彼に頭が上がらなくなってしまった。加藤さん、今日は天気がいいですね。春樹くんと庭を散歩してみるのもいいんじゃないですか。森山はそうやって、いつも気さくに声をかけてくれる。そこには、かつてのネクラだった頃の印象はなく、森山自身、すっかり変わることができたようだ。家族の墓参りも、今の私なら、笑顔で行けるようになった。春樹の手をつないで、さ、おばあちゃんとおじいちゃんとお父さんに手を合わせようね。春樹は所作の意味を何もわかっていないけれど、私の動きを頑張って真似している。そのけなげな様子が私は愛おしくてたまらない。そういえば、以前この霊園で見かけた親子、あの時の男の子が今の春樹と同じくらいか。近頃は体の体調も良くなり、がんも早期発見だったので、ほとんど痛みを伴わない内視鏡手術で済んだ。いつも森山を見るたびに、私は思うことがある。森山は患者である私と真摯に向き合って生きる希望を取り戻させてくれた。シングルマザーや患者は常に孤独に苛まれてしまうものだ。そんな人々の心の支えになっている森山は私にはまばゆいほど素敵な存在に見えた。森山には負けていられない。私も諦めかけていた認定看護師の勉強にもう一度力を入れてみようと思った。春樹と二人で、これからも力強く生き続けていくために。